ボンジュー皆様こんにちはブラマニのガクですおつぶらですチャンネル登録何卒どうかよろしくお願いいたします今日はですねこの子2021年7月27日に発売された CWC 限定20周年アニバーサリーネオブライス20 years of love さんの開封レビュー第2弾行わせていただきたいと思います もしよろしければ僕の本チャンネルの方にですね、彼女の開封レビュー第1弾もうすでに動画上がっておりますので、そちらをご覧いただいてから今回のですね、第2弾ご覧いただけたら幸いです。彼女はですね、今年ネオブライスが発売されてから20周年記念ということでね、本当に記念すべき特別なね、 ネオブライスさん、アニバーサリーさんの中でも毎年一体ね、ネオブライスのアニバーサリードール発売されるんですけど、その中でも特別な一体になっておりますね。また僕はですね、今年フランスのパリに引っ越してきてですね、20年経つということでですね、ちょっと、まあ、今まで忘れていたんですけど、よく数えてみたらですね、僕もですね、ちょうど初めてのですね、ネオブライスが日本で発売する年に、僕もフランスに引っ越してきてしまってね、ブライスをお迎えすることができ でできなかったんですけどそれから数えてですね20周年ということでミス・ブライスさんと同じね20周年本当になんかこう縁ご縁を感じるのでね本当に今回この20さんですね日本の学網さんにご縁をいただいて誕生日の日にですねお迎えさせていただくことができたんですけどね本当にこの子とご縁をいただけて本当にありがとうございました改めてお礼を申し上げたいと思います。それではでではすすねね早速彼女のの入っていたです、ね、箱の方から詳しく見て いきたいと思いますそれではですねこのような感じで彼女が入っていたですね輸送箱の方と箱の方ですね化粧箱の方を詳しく見ていきたいと思いますまずですね輸送箱ですね タカラトミーさんも今回のこの子でですね、トゥエンティさんでタカラトミーさんとの契約が終わってしまって、ブライスの製造はですね、タカラトミーさんから新しいメーカーさん、グッドスマイルカンパニーさんにね、引き継がれるということで、グッドスマイルカンパニーさんのね、ブライスが出るのは来年になるということで、本当にタカラトミーさんのブライスさん、最後の一体になる子なんですけどね、ブライス20 years of love さんということでね、 このタカラトミーさんのロゴがなくなってしまうのは本当にね、悲しいんですけどねきっとグッドスマイルカンパニーさんのロゴになってもですね素敵なブライスさんが発売されると思うので楽しみにね、待っていたいと思いますそんなタカラトミーさん最後の彼女なんですけど僕のカートンナンバーはですね2247ということでですねかなり後半のね、数字の子が来てくれたなということでね比較的後半の子ですとね 彼女の生産数一体いくらぐらいなんだろうなと予測することが簡単だったりしますのでね。まあ僕はですね、ブライスさんって結構製造数2000体から3000体ぐらいかなと思っているので、まあ 特別にですね、あのー、アニバーサリーさんですね、やっぱり一年に一体特別な記念すべき子なので、普通の子よりもですね、若干生産数が多いのではないかな、なんて思っているのでね、少なくとも4000体近くぐらい作っているのではないかと思うんですけど、まあ、今回ね、新しく出たチョコ肌、色黒肌の子なので、好き嫌いが、 結構分かれると思うのでね、もしかしたらその辺を見越して生産数絞っている可能性もあるのでね、例えばバービーとかね、黒人さんの色黒のバービーとか結構発売してたりするんですけどやっぱり色白金髪の子たちに比べて生産数が少ないってことをよく聞くのでね、それに伴って今回の「トゥエンティさんもねもしかしたらやっぱり色黒肌なので生産数絞っている可能性もあるなぁと思われますね。 次に彼女のですね、入っていた化粧箱の方ですね、こちら黒光りしててすごく綺麗なんですけどね、全体にですね、黒い感じの箱なんですけど、見えますかですね光の加減で、レースのね、プリントっていうんですかね、レース柄の模様が黒い地にですね、うっすらと透かしでね、印刷で入っていて、本当に綺麗なね、デザインの箱ですね。黒一色だけではなく、かなり凝ったね、感じのレースの模様の入った 箱になってて、おりましてそちらにですね大きく丸くのぞき窓が開いておりましてそののぞき窓を囲むようにですねこのような感じで金のですね、こう立体的なプリントが施されたこうすごく綺麗な水玉色っていうんですかね水玉模様のこう柄がですね金で。 こうプリントされておりますすねね本当に綺麗ですよ、ね、で20 years of love さんということでね、20周年アニバーサリーブライスということでね、こちらの文字もですね、高級感のある、ちょっと白押しっぽい感じのですね、立体的なロゴになっていてすごく綺麗ですよね。 でいつものように対象年齢が7歳以上となっておりましてね、まあちょっと、まあ、7歳以上をね、本当に7歳の子が3万以上もするね、こう、ドールで遊ぶかというと、ちょっと、あのー、ね、大変微妙かとは思うんですけどね。で、いつものようにですね、箱の裏にはこのような感じで、ポエムと言いますかね。 えー、載乗っておりまして、20年という月日はあっという間に過ぎて行き、私たちのブライスへの愛はアニバーサリーと共に深まっていきました。そして今年ついに20周年ミスアニバーサリーブライスが登場します。 この美しく光り輝く彼女をこうして皆様にお届けできることを誇りに思いますとね、CWC さんだったり、純光ウォングさんですね、ブライスのプロデューサーである純光ウォングさんのね、お言葉が載っております。で、この箱の中ですね、内箱なんですけど、見えますかねちょっとこう、キラキラした、こう、金描紙みたいなね。 金の紙でこうコーティングされた立派なね、内箱になっておりまして、やっぱりさすが20周年記念のスペシャルな子だなということでね、いつもあの、中の内箱ですね、段ボールっぽい感じの紙でできてるんですけど、今回は金のですね、やっぱりこう、キラキラした仕様になっているので、綺麗なあの裏側もですね、白い紙、ちょっと高級感のある白い紙でね、作られておりましたね。 まあいつものようにこの辺にですね、タカラトミーさんの内容ですね、取扱説明,書説明だったり、あと素材表記ですね、が載っておりますね。まあ、このような感じで、まあ、いつもね、遊び方、頭の後ろ側から出ているアイチェンジチャームを下に向かってゆっくり引いてください。目の色が変わりますということでね、まあ、この辺がね、 ブライスさんの特徴だったりします、ね、で裏面にはやはりタカラトミーハズブロ CWC さんとねタカラトミーさんが製造販売を行っておりましてハズブロさんがねブライスの半径を持っておりましてそのちょうどハズブロさんとタカラトミーさんをね間に介する形で CWC さんがねブライスさんをプロデュースをし,してるということでこの関係もね終わってしまうのすごく残念なんですけどね。 グッドスマイルカンパニーさんの発売されるプライス期待していたいと思います。はい。それではですね、早速20さんのね、アウトフィット付属品の方を詳しく見ていきたいと思います。さすが20周年記念ということでですね、1着目はですね、このようにホワイトとゴールドを基本にしたね、ロングのあの、ケープと一緒になった、えミスコンの多分、グランプリをね、獲得した時をイメージしたミスコンの 登場時のドレスとですね、2着目はこのようにブラックのレースのセットアップドレスですね。多分ミスコン後のパーティーかなんかにね、イブニングパーティーかなんかに来ていくような感じのエレガントなね、シンプルなブラックのドレスが2着でね、セットになっていて、本当に豪華なブライスさんのセットになっておりますね。で、今回ですね、たくさん付属品も付いているんですけど、とりわけメインについたのがこちらですね、こちらの えー、カードですね、このようにしっかり封筒に入ったカードが入っておりまして、このような感じでですね20周年ブライスアニバーサリーというねロゴの入ったこう特別なですねカードがついておりました、すごいですよね、20周年の文字にねしっかりとしたロゴが入っておりまして、このカードを開きますと、このような感じでですね中には。 えー、多分 CWC さん、ジュンコモングさんのね、お言葉が載っているような感じですね。このような感じでですね。2001年に復活したブライスが今年で20年目を迎えます。節目の年を迎え、私たちは未来に向けて意識を高く新たな始まりへと進みます。私たちのこの20年の間に多くのことを学びました。 その中でも決して忘れてはいけないことそれはこの地球をみんなで守るということそして全ての人々が平和とより良い未来に向かって前進しなければならないということです新たな20年に向かってということでね「ロングライブブライス」というね書いてありますねすごく素敵なねお言葉が書いてある20周年を記念したねメッセージカードがついているということでねさすがやはり。 20周年記念のアニバーサリーさんだなぁなんて思いましたね素敵ですよねそれではですねまず1点 一着目ですね。この子、彼女の一着目の付属品から見ていきたいと思います。まずやっぱり一番目につくのが彼女のこのですね、王冠ですね、クラウンだと思うんですけどね。いかがでしょうかね。このクラウン、本当にですね、立派なクラウンですね。シルバーのラインストーンがですね、ふんだんに使われているんですけど、そちらのですね、ラインストーンがこう、あしらわれている部分ですね。まああのー、土台はですねプラスチックのカチューシャのような土台に ですねこう裏がゴールドで正面がちょっとこうシルバーがかったゴールドのですねこうコードレースとブレードのこうちょっと生地っぽい感じのですね素材にラインストーンですね大中小本当にさまざまなね大きさと形のラインストーンがですねふんだんに使われた本当に立派なクラウンがついておりますね。裏もねゴールドでで見栄えがししていいですしね表の こう、コードレースとブレードのですね、こう、高級感あふれる素材選択ですね。見事だなと思いますね。で、こちら、こう、彼女のですね、トゥエンティさんの頭につけるときもですね、本当にこう、簡単にですね、つけることができてですね、あの、比較的ストレスなく頭に乗っかりますし、簡単にね、取れることもないのでね、本当にいい王冠だなと思いますね。立派ですよね。次に彼女の着ているですね、こちらのマントですね。 こちらのロングのケープですね。ゴールドとホワイトのですね。ロングのケープですね。こちら見えますでしょうかね。本体の部分はですね、ゴールドの生地にですね、植物のモチーフのプリントが施された本当に手の込んだね。こうパッと見 ゴールドの生地に見えるんですけど、近くで見るとね、かなり手の込んだプリントが施されたゴールドの生地に、ですね、それを縁取るように、ですね、オフホワイトのですね、ゴールドのプリントが施されたオフホワイトの生地で縁取られておりまして、インナーの部分ですね、内側の部分もしっかりですね、生地が施された、ちょっとこう光沢のある優しい感じのね、 内,内側の生地がついておりましてで、こちらですね、襟の部分ですね、襟の部分もしっかりですねつけられているんですけど、こちら首元でですね金の金具で縁取られたラインストーンのボタンにですねチェーンで留める感じのですねこう高級感あふれるケープがねついているんですけどね、本当に立派ですよね、さすがミスコンでグランプリをね獲得しただけのある、さすがアニバーサリーさんね、立派な。 こうロングのケープがね、ついております。次は、やはり彼女のですね、タスキですね、この立派なタスキですね。ミス。二十周年アニバーサリーのね。ロゴが入っておりまして、そちらのロゴの下の部分にですね。同じくラインストーンのですね。ちょっと金の金具で縁取られた。三つのラインストーンがね。ついているボタンがついていて、こちら、プラスチックのですね。スナップで止めて。 着させるタイプなんですけどねすごく高級感のある白いリボンにですね内側がゴールドのですね多分ブレードかそんな感じのこうしっかりとした生地でですね作られている肉厚な感じのねたすきでねすごく立派で高級感があってさすがミスコンのね、えー、優勝者につけられるタスキだなといった感じでもうこれだけでも本当に立派ですよね。ねケープも立派だったんですけどたすきもすごい立派ですね。 これだけでももう本当に、あ、お迎えしてよかったなと思わせられる、こう、ちっちゃな付属品なんですけどね、立派でよかったですね。次にですね、こちらですね、白いオフホワイトとゴールドのですね、ドレスですね。えー、シャンパンゴールドのですね、こう、ちょっとこう、高級感のあるドレスですね。こちら、あのー、ベアトップのですね、ドレスになっているんですけど、そちらの上にですね、このようにちょっと透け感のある白いですね、シフォンのオーバードレスを 重ねたね、立体的な作りのドレスになっておりますね。すごく綺麗ですよね、裾の部分もね。で、このような感じで、片側だけですね、こう、肩紐が、肩が出てて、もう片方でこう結ばれてる感じのね、凝った作りのドレスで、このようにこう、ストールがですね、片側だけこう、ついている、本当にこう、高級感のある素敵なね、ドレスに仕上がっているんですけどね。で、そちらをですね、こちら腰元でですね、こちらの ベルトで留めるような形で着せる感じになってるんですけどね。で、こちら、サイドにですね、ボタンがついていて、簡単にですね、お着替えできる形になっておりますね。このような感じで、本当にですね、すごく凝った作りのね、オーバードレスがついておりますね。本当に透け感のあるエレガントなね、ドレスに仕上がっていて、綺麗ですよね、こちらのね、オーバードレスね。 でこちらのオーバードレスの下から出てくるのがこちらですね、ベストアップのこうシャンパンゴールドのドレスなんですけど、こう綺麗なね、ちょっとテカリのある素材でできたインナードレスがね出てくるんですけどね、本当にこのベアトップのドレスですごくエレガントですよね。で、こちらですね、前面にスリットが入っているんですけど、そちらのスカートの中にはですね、ペッチコートもついているんですね、このような感じで。 ペチコートもついていて、ペチコートにもですね、しっかりこのようにスリットが入っていてね、ちょっとこう足を出して、ちょっと色っぽいね、セクシーな感じのこうポーズを取らせたりするのもね、すごくいいなと思うんですけどね、すごく素敵ですよね。このような感じでね、ペチコートまでついていて立派だなと思いますね。で、足元ですね、彼女のこうインナーなんですけど、こちらペチコートの下からはですね、ゴールドの タイツがね、ね、出てくるんですけど、ね、ゴールドのタイツにレースのですね、白いあと、こう、インナーのね、下着もショーツもついておりましたね。で一応靴はですねこのような感じでドールスタンドと同じですねパールホワイトに金のラメの入ったね こちら、ハイヒールがついているんですけど、やっぱりちょっとですね、パカ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 抜けてしまうので、撮影だったり遊んでいるときはですね、どうしてもこう使い物にならないので、ちょっと脱がせてね、撮影のときは違う靴をね、こちらの4連ストラップの、ね、靴を履かせてちょっと撮影させていただいてるんですけど、やっぱりですね、こちらの靴ですね、パールホワイトの本当に綺麗なね、ラメの ハイヒールがいいていたんですけど、本当にこう使えないのでね本当にこれ残念だななんてねエレガントエリーさんにも付いていたりパイナップルプリンセスさんにも付いていたりですね結構他のアニバさんにも付く機会の多いこのパカパカシューズなんですけどやっぱりなんでこう使われるのかちょっとですねわからないぐらい本当にこう 商品としてね、本当にきついこと辛口言うんですけど、これはもう不良品だと思うのでね、こんなパカパカ脱げる靴をこう何度も使い回すのがちょっとこう多分ね、金型作るときに失敗したんではないかと思うんですよね。例えばリカちゃんの靴でもここまでパカパカ脱げる靴ってあんまり見たことがないので、それをね、やっぱりこう高級ドール路線であるブライスに使うのはちょっと 間違ってると思うのでね、ぜひもう何度も言うんですけど、グッドスマイルカンパニーさんになったら、やっぱりもうちょっと靴ね、見直して、ストレスのなくお着替えしたりね、飾っておくことができるようなシューズですね、お靴つけていただけたらなと思いますね。で、次にですね、彼女のイヤリングとネックレスですね、アクセサリーの方なんですけど、こちらですね、シャンパンゴールドのドロップビーズがですね、 大きく2個イヤリングにはあしらわれておりまして、ネックレスもですね。一回り小さめのドロップビーズですね。シャンパンゴールドのドロップビーズを取り囲むようにラインストーンがね。配置された。本当に高級感あふれる綺麗なね。アクセサリーがついておりますね。さすがアニバさんですよね。綺麗ですね。このネックレスですね。あのこのような感じでプラスチックの留め金をこう合わせて。 取り外しするタイプなんですけどちょっと短めなのでこちらのゴールドの金具をですね取り付ける時がかなりこう手間がかかるんでなかなかこう一回ではあのつけたり外したりすることができないのでもうちょっと長ければね良かったなぁなんて思うんですけどねでもまあ逆にあの今までこういった感じのこう高級感あふれる留め金あんまりなかったのですごく新鮮でしたねなのででイヤリングの方はいつものようにねプラスチックの こう金のメッキが施されたイヤリングのねいつもの外れにくくてつけやすいいつものイヤリングですねなので良かったですねはいネックレスね変わった留め金だったんですけどちょっとつけにくかったのでねそれだけがちょっと大変でしたねはいなのでなかなか取ったり外したりするのが大変だネックレスがついておりましたでも全体的にはですね本当に高級感ある、あのー、ラインストーンとかねドロップビーズがあしらわれた本当に綺麗な ネックレスとイヤリングでしたね。で、こちらが今回の20さんのね。アニバさんのスタンドですね。ゴールドの支柱に半透明のですね。パールホワイトの台座とこう支柱の支柱のここブ,ブライスを支える部分なんですけど、金のラメがね。入っていて、本当にキラキラ光って綺麗な透明感のある綺麗なね。スタンドですね。ほとんど同じですね。こちらのハイヒールと同じような素材で。 統一感があってねねすすごく綺麗なんですけど、ね、本当にこの靴ねもう一本こうベルトがついていればね外れなくてよかったんですけどねこちらが2着目のブラックレースのセットアップドレスになってますねトップスの部分がですねデコルテでウエストが大きく開いたねショート丈のレースのビスチェになっておりましてスカートの方はですね2枚仕立てのブラックのですねすごいロングの。 きれいなね、レースのドレスになっておりますね。このような感じでね。 ただですね、トップのですね、こちらのショート丈のビスチェの部分ですね、腕の部分もですね、こうレースでできているので、ブライスさんの手を入れるときにですね、手に引っかかってしまって、こうちぎれそうな感じに、ね、なってしまうときがあるので、お着替えさせるときは本当に十分気をつけなきゃいけないですね。で、またですね、こちらのトップのビスチェ裏でですね、マジックテープでこのように止める仕様になっているんですけど、こちらのですね、トップの こうビスチェですね。ネックラインとかすごい綺麗なんですけど、ちょっと一回りですね、ブライスのボディに比べてちっちゃめにできているので、すごくですね、お着替えさせるときに大変ですね。一回りもうちょっと大きめにできてたらね、よかったんですけど、逆に首元ですね、胸元大きく開いているので、胸がね、見えやすくなってしまうので、その辺ちょっと大きく作るとね、胸が見えてしまうし、ちょっとタイトに作るとね、お着替えするときが大変だったりするのでね。まあ ボディの部分はね、ちょっと後ろのこのマジックテープを調整すれば何とかなるので、まあ、どうでもよかったんですけど、やっぱりお袖ですね。お袖はやっぱりこのレースの袖ではなく、もうちょっとですね、スカートのこう、2枚目のですね、透けないようになっている、こちらの黒い生地でお袖を作っていただけたら、多分、もうちょっとですね、お着替え、ストレスなくね、着替えさせられてよかったのではないかと思うんですけどね。その辺がちょっと、 残念だなといった感じでねでも着させると本当に綺麗なですねこうドレスになっているのでさすがねアニバーサリーさんだなと思いますねガラッと印象が変わるんですよねホワイトのドレスからですねブラックに変わるのでねすごく印象が変わって満足感が高い2着目のねドレスでしたねはいそれでは早速20さんの本体の方を詳しく見ていきたいと思います 彼女のですね、顔型は、フェイスタイプはラディエンスリニューですね。ラディエンスリニューでも16型、19型、21型と出ているんですけど、彼女は最新型のですね、21型のラディエンスリニューのフェイスタイプになりますね。まあ、今年ね、2021年、タカラトミーさんがですね、ブライスの製造販売から手を引くということなんですけど、それにもかかわらず、2021年のですね、 金型フェイスタイプをですね、作られたということは、やはりもしかしたら、 ね販売製造から手を引くという、決断を下されたのは、かなり最近のことなのではないかな、なと思うんですね。やっぱり金型を作ったりね、するにも結構経費かかりますしね、時間と手間もかかるので、それをね、普通、もしかね、製造販売をやめるのを見越していたら多分作らないと思うのでね、まあ、2019型がかなり問題があった、 金型だったののでででラディエンスリニューの中でもですね16型はかなり安定していたんですけどアイホールが大きくなっていてその後19型作られたんですけどあまりにもですねこう問題が多くてあのガチャ目だったりちょっとこう,こう作りがね汚かったりっていうんですか中が内部が汚れていたりとね問題が結構あったのですぐその後ですね19型の後すぐ21型が出たのでまああのそれゆえになんかこう なんかね漠然としない部分がですねあるのでもしかしたらグッドスマイルカンパニーさんにもですね21型の金型引き継がれる可能性もあるのでねこのまま使われていくんではないかななんてちょっと思ったりするんですよね。まあ、以前も言ったんですけどおもちゃ会社はですね金型結構メーカーをまたいでですね引き継がれるパターンも結構金型はあるので、まあ、ブライスさんもねその。 パターンを引き継がれる可能性があるのでもしかしたらグッドスマイルカンパニーさん第1弾はリニュー21型で、ね、出る可能性がありますね。 その後フェイスカラーですね。フェイスカラーがやはり彼女の一番の売りですね。新色のチョコ褐色肌ですね。今までこう、色黒肌と言いますと、ラテ日焼け肌、モカ色黒肌、で、最後に今回のチョコですね。褐色肌なんですけど、僕はてっきりですね、モカが色黒肌だったので、チョコは黒肌になるのかなと思ったら、褐色肌ということでね、あの、トゥエンティさんですね。 画像が出た時にかなり黒かったんですね。マットで真っ黒で結構く黒人さん黒人さんしていたんですけど実際、ジュンコウォングさんがですね発売前にインスタグラムで上げた時にあれなんか印象と違うなと思ったのはやっぱり黒肌だと思っていたのが褐色肌になったからかななんてちょっと思うんですね。なのでやっぱりこう 黒肌だともしかしたら売れないかもしれないのをちょっとこう危惧してもしかしたらその黒、黒黒しないで褐色に近づけたのではないかななんて個人的にはそんなね、こう予想をしているんですけどねいかがでしょうかねねあの本当によくアニバさんではあるんですよねプロトタイプと実際の商品版がね仕様が違うことよくあったのでねガーデンさんとかね なのでもしかしたらこのトゥエンティさんも本当はチョコを黒肌にしたかったのをやっぱりこうねバービーでも先ほど言ったんですけどやっぱり黒肌ってなかなか特定のねお客さん黒,黒人さんとかあとコレクターの方にしか売れないということでねやっぱりこうせっかくのアニバさん広く。 たくさんの方にね手に取っていただけるように褐色肌にしたのかななんていう勝手なねプラマニ額の予想があるんですけどねいかがでしょうかねなのでできればね次ですねもうひと段階ですね例えば白肌ですねあの色白系スノーの白肌クリームの色白肌フェアのナチュラル肌にレギュラーの普通肌でね4色あるので。 黒系もね、4色あってもいいかなと思うので、ラテ、モカ、チョコと来てね、その後、まあ、次何が来るコーヒーとか、どうでしょうかね。黒肌、コーヒーとかね、出てくれたらいいかななんと思うんですけどね、いかがでしょうか。次にですね、彼女の髪ですね、髪型の方、前髪のあるですね、 このパーマのかかったロングヘアですね。前髪のあるパーマのかかったボリュームのあるロングヘアということで、今回ですね、僕この子ね、シャンプーしていないんですよ。シャンプーしていないにもかかわらず、本当に綺麗な感じのですね、こう、パーマがかかっていて、あの、きちきちのね、いつものチリチリパーマではなく、比較的扱いやすいパーマがね、かかっていた、本当に綺麗なね。 髪型の子ですねで彼女のヘアカラーがまた変わっていてですね見えますかねダークブラウンとブラウンのニュアンスのあるミックスカラーということでねちょっとこう黒髪に近いダークブラウンの,あの濃い色の黒に近いねダークブラウンのヘアと明るいねブラウンのミックスヘアでですね本当にこうニュアンスのある綺麗なね髪色ですね何とも言えない黒でもない ブラウンでもないね、微妙な感じの綺麗な、本当に繊細な感じのね、髪色に仕上がっていて、なおかつ髪質も良かったですし、で、頭皮の部分ですね、このようにこうダークブラウンの 頭皮になってるんですけどまあ、ちょっと前のですね、リーディングレディ・ルーシーさんとか、去年の東京ブライトさん、うちの子結構そんな多毛ではなかったので、ちょっとがっかりしていたんですけど、まあ、あの、レッドデリシャスさんですとかね、あとドフィーヌさんとかレジーナさん結構、髪の量多かったんですよ。あと、アレグラ・シャンパンさんとかも多かったんですけど、まあ、多く、 まあ、レッドデリシャスさんぐらいね、多いと結構後ろに多くて倒れてしまったりするんですけど、まあ今回の20さんですね、多いんですけど、そこまで多くもないので扱いやすいね、多忙な感じですごく個人的にはね、良かったですね。で、次に彼女のメイクなんですけど、彼女のチョコ褐色肌にね、合うメイクになっておりますね。このような感じで、アイシャドウとまぶたがですね、 成形色。まぶたが成形色なんですけど、アイシャドウとまぶたがダークブラウンですね。ダークブラウンのアイシャドウと成形色のダークブラウンのまぶた。で、まつげですね。まつげがスペシャル仕様のブラックですね。綺麗ですよね。ちょっとこう、先に先端に行くにつれて長めになっていてね。本当に綺麗な。 まつげですね。ブラックのまつげですね。で、チークがダークピンクですね。チーク、ダークピンク。本当に褐色肌によくなりじんでね、こう、悪目立ちしないチークでいいですよね。で、彼女のですね、リップがですね、変わっているんですね。うん、このドールのために制作した新型のマスクということでね、ぽってりリップっていうんですかね。ちょっとこう、ぽっちゃりした感じの。 こう、ポテッとした感じのね、色っぽい、こう、オーバーサイズのリップになってますね。リップはダークレッドということでね、褐色の肌によく似合ってますね。ダークピンクのチークに、ダークレッドのリップということでね、かなり凝ったね、メイクが施されてますよね。本当に似合ってますね。で、リップも可愛いですよね。まあ、ちょっとこう、チョコ肌、褐色肌、プラス、ツルテカのね、あの、 あの顔なのでちょっとぬめりがあるような感じのね、テカテカしてちょっと写真映えとか動画撮るのに苦労するとは思うんですけど、かなりまあ、あのー、写真ね撮るとき結構違和感があるんですけど、実際手に取ってね、遊んでいるとそんなに気にならないのですごくいいですね。 それでは次に彼女の愛の方を詳しく見ていきたいと思います。まず彼女のですね、右目ですね、ライトブルーですね。ライトブルーのこの瞳、すごく綺麗ですよね。キラキラと瞳に光が入ってですね。なんか一番彼女に似合ってるんではないかと思うんですけど、まあ扱いやすいって感じでしょうかね。一番扱いやすいのがこちらのライトブルーだと思いますね。で、彼女の説明によりますと、メタリックのライトブルーの彩色が施されているということで、まあ、どこに施さ されてるのかなと思ったんですけど僕はてっきりですね、白目とカラーコンタクトの縁にですね、メタリックのライトブルーが施されてるのかなと思ったら、結局ですね、あの、多分ですね、カラーコンタクトの裏側ですね、白目の部分かカラーコンタクトの裏側にメタリックブルーのね、彩色が施されてるんではないかということで、ちょっとこう、いつものライトブルーよりも深みのある、こう、輝きっていうんですかね、 光をこう反射するような感じですごく綺麗ですよね。素敵ですよね。次にですね、正面の瞳ですね。正面の瞳がこちらですね、ダークグレーですね。ダークグレーなので、でもグレーといってもですね、かなり黒目に近いグレーなので、ほとんどですね、真ん中の黒目と周りのあの目の部分ですね、境目がわからないぐらいちょっとこう濁った感じの。 ダークグレーなので、少し、ちょっとこう、今までのね、ブライスさんとは表情が異なって、本当にこう、黒人さんとかね、あの、ラテン系の人によくありがちな黒目の大きい方ってよくいるじゃないですか、黒人さんとかラテンの人にね。そんな感じで、すごく可愛いね、素朴な感じの、幼い感じの表情になってね。 よく似合ってるんではないかと思うんですよね。まあ、ちょっと今までいつもですね、黒目と周りの瞳のですね、あの、境がはっきりしてるね、カラーコンタクトのブライスさんが多い中、こういったちょっとこう特殊な感じのね、カラーコンタクト好き嫌い分かれると思うんですけどね、僕個人的には、なんかこう、国民性っていうんですか、その人の人種性が出てていいのではないかということでね、これぞ、こう、褐色肌、黒肌のこの瞳なんではないかな、なんてちょっと思いましたね。 で次が左目ですね。左目がブルーグレーですね。ブルーグレーということで、なんとも言えない綺麗なね、ブルーに近いグレー、グレーに近いブルーって言うんでしょうかね。そのような感じでね、このような感じで、すごく綺麗ですよねこう。光も入りやすいですしね。これちょっとこう、今までのお色ですね。今までのブライスさんにはなかったような感じのこう瞳のお色ではないかな、なんて思いますね。 はい。で、次に、こちらですね。正面。正面が、ブラウンですね。一応、ブラウンということなんですけど、ブラウンというよりは、ちょっとオレンジのような、黄色のような、何とも言えない色ですね。オレンジ、いつもオレンジね、ブライスさんのデフォルトで入ってるんですけど、それに近い、それにちょっとブラウンを足したような、黄色に近い、こう、 猫のようなね、なんかこう、ひとかね、そういった感じの、あのー、虎とかね、に近いような感じの瞳で、彼女によく似合ってるんではないかな、なんて思いますね。いかがでしょうかね。綺麗ですよね、このブラウンの瞳ね。まあ、あでもちょっとブラウンというよりは、こう、黄土色っていうんですかね、山吹色みたいな感じっていうんですかね。山吹色系だと思いますね、個人的にはね。なので、どの瞳の色も綺麗ですよね。キラキラ光ってね。 なんか、とても特徴的な、こう、カラーコンタクトのチョイスがそれぞれされていて、本当にさすがアニバさんだなぁなんて思うんですけど、ちょっと好き嫌いは分かれるかなっていった感じでしょうかね。で、ただですね、あの、僕この子ですね、トゥエンティさん、ちょっと目線上げとガチャ目修正しております。なぜかというと、ちょっと下目でですね、なおかつ左右の瞳のですね、位置がちょっとずれていたので、 手修正若干加えてありますね。で、この間あの、ホープさんちょっと目線上げすぎてしまったのでね、今回ちょっと気をつけたんですけど、ちょっと上げすぎちゃったかなというのもあって、ちょっと目線のね、強いトゥエンティさんになったんですけど、まあ、アニバさんでね、グランプリを獲得するぐらい、こう、個性的なね、子だと思うので、ちょっと目線が強くても、ま、しょうがないかなといった感じでね、ちょっと目線を上げるときね、削りすぎないように、 キーーパツの部分ででですすねね気をつけけけななななきゃいけないいなんなんて思ううどか、ね、かがでしょうかでこの黄色のね、こう黄色ブラウンですね。ブラウンの瞳も綺麗ですよね。で、最後にですね、プルリングこのような感じで2と0のね、20の文字が、こう、あしらわれたチャームがね、2と0のチャームが1個ずつついて20、2020周年のね、数字を表しているんですけどね。こちらのですね、チャーム、紐がですね、いつも あの、瞬間接着剤のような糊で玉結びの部分ね、ついていたんですけど、うちの子はついていなかったのでね、すぐ取れてしまって、自分で結び直してね、瞬間接着剤でつけなきゃいけなかったのでね、ちょっと、あの、工場の方忘れちゃったのかなっていった感じでね、一手間ちょっとかかったんですけど、結構すごく立派ですよね。箱に入ってる時も、2と0をね、それぞれ、 プラスチックの透明なパーツでプロテクトするような感じでね箱に入っていたのでねすごく素敵でしたねこうチャームの部分ですねプルリングじゃなくてチャームがついてるとやっぱりアニバさんだなぁとかねあとプロモノコだなぁなんて思うのでね、すごくいいですねで次30の文字のね光るチャームのついたブライスさん10年後ね楽しみに待っていたいと思いますはいそれではですね今回このようにね近年出たアニバーサリーさんですねまあ 僕、今のところアニバーサリーさん10体持ってるんですけど、やっぱり10体全部並べるとね、場所がなくなってしまうので、ここ近年に出た子たちね、ちょっと今回の20さんと並べてみました。まずですね、一番古いのがこの子ですね。2017年、ガーデン・オブ・ジョイさんですね。パールかかったブラウンの髪がすごくね、綺麗で、ミックスヘアなんですよね、ブロンドとね。で、この鼻感だったり、ちょっとね、鼻柄のプリントが施されてたりして、本当に結構高級感のあるガーデンさんね。 あの、すごく今でも人気のある子なんですけど、ちょっと顔色がね、くすんでて、あの、フォトジェニックじゃないかな、なんていう感じもあるんですけどね。かなり気に入ってますね。で、その隣が2018年に出たユニコーンメイデンさんですね。メルヘンなユニコーンをモチーフにした、本当に甘々でガーリーなね。今でも大人気の子ですね。出た時もすごくですね、YouTube でちょうどブライスの人気がこう、ガーッと上がっていた頃に出た、あの、アニバさんだったのでね。 すごい大人気で結構お迎えが激戦だった子だったりしますね。で、その隣がまあ今回真ん中ですね。今回の20さんですね。美しいですね。褐色肌がね。で、その隣が懐かしいですね。2019年に出たリーディングレディ・ルーシーさんですね。半透明のクリームの子なんですけどね。まあ女優さんの設定で、こちらのですね、水玉のポルカドットのワンピースにナイキィがね、ついていた本当に変わったアニバさんですね。豪華でしたね。 ね、彼女、あの、エレガントエリーさんの友達で、エレガントエリーさんがルーシーさんのマネージャーという設定でね。その隣が東京ブライトさんですね。2020年に出たアニバさんで、本当はね、あの、コロナがなければ、去年、あのオリンピックがね、東京で開催されていたので、その時に記念してですね、オリンピックを記念して出たアニバーサリーさんだったのでね、本当に1年オリンピックがずれてしまったので、残念なんですけどね。まあ、その代わりね、今回のトゥエンティさん、 盛り上がりましたのでね。まあ、それはそれで良かったかなと思うんですけどね。東京さんも今見るとかなりね、ドレスとかすごく立派でですね、高級感のある、すごくね、僕、個人的には東京さん大好きですね。扱いやすくてね。このような感じで、17年からね、20年の、こう、 歴代のね、子たちちょっと並べてみました。やっぱりこう見るとね、アニバさん、それぞれの年やっぱり特徴があってですね、あの、コンセプトもしっかりしていて、こう、ブレてないと言いますかね。すごく素敵な子ですね。で、今あの、ガーデンさん先ほど、顔色がちょっと悪いかなーなんて言ったんですけど、こう見てみると、ガーデンさんそんなに顔色悪くないですよね。結構、色白肌でね、すごく魅力的だと思いますのでね。ね、本当に。 まあ、来年の話をしては、まだまあ、早いと思うんですけどね。2021年のこの子がね、2ィさんなので、まあ、次のね、21代目のアニバーサリーさんは、グッドスマイルカンパニーさんから出,出ると思うので、もうよ、多分用意してらっしゃると思うのでね、楽しみに待っていたいと思いますね。グッドスマイルカンパニー第1弾のブライス、プラス、グッドスマイルカンパニーさん第1弾のアニバさんもね、本当にすぐだな、るので、ね、本当に楽しみですね。 ははいそれではですね僕が持っている色黒肌のね子たち,ちょっと並べてみました。一応、ラディエンス系でね統一させてあります。まずですね今回の20さんですね、黒いあのドレスに着替えさせてみました。やっぱり美しいですね、黒いドレスの方もね。でその隣がやっぱり一番古い子ですね、2009年3月に出たプリマドーリー・ヘザースカイさんですね。彼女はラディエンス、モカ色黒肌ですねモカの色黒肌。 その隣が2010年9月に出たマヌヘアリー・パラダイス・ガールですね。彼女もラディエンスでモカ・色黒肌になりますで。その隣がですね、ちょっとかなり5年ぐらい時間が経って出た2015年7月に出たチェリービーチ・サンセットですね。彼女はラディエンスプラスモカ・色黒肌ですね。 その隣が2017年7月に出たパイナップルプリンセスさん。彼女はラディエンスリニュープラスモカ・イログロ肌の半透明なのでね、ちょっとこう、なんていうんですかね、お肌にこう熱を持ったようなね、なんとも言えない独特の感じの半透明の良さが出たね、パイナップルさんですね。で、その隣が2019年1月に出た冬のね、イログロ肌の子ですね、アシャ・アルビダさん。 ラディエンスプラス、モカ、色黒肌になりますね。で、その隣のエレガントエリーさん、2019年9月に出たんですけど、彼女はですね、ラディエンスリニュー、ラテ、日焼け肌の半透明になりますね。彼女からラテ、日焼け肌ですね。で、その隣、2021年4月、最近出たばっかりの ザンニャリメンバーズさんですね。ラディエンスリニュー、ラテ、日焼け肌ですね。ラテ、ラテ、モカ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 で今回のチョコありますね。なので、まあ、こう、遠くから見ると、そんなにね、色の、こう、なんですかね、幅、こう、見えにくいんですけど、やっぱりこう、この辺ですね。アシャさんと、例えばエレガントエリーさん見ていただけるとわかると思うんですけどね。かなり結構、 肌色が違いますよ、ね、でまあこうパイナップルさんとか透明肌だったりするのでちょっと若干ね分かりづらいとは思うんですけど例えばザンニャさんですね彼女がラテ日焼け肌ですねでその後ですね例えばじゃあこの本マヌさんですねマヌさんがモカですねモカで今回のトゥエンティさんが チョコということでねこのような感じでこう3体並べると分かりやすいのかなと思うんですけどいかがでしょうかねやっぱり今回のチョコのねトゥエンティさんかなり色黒だと思うんですけどねまあ色黒といってもちょっとこう何て言うんですかね金属がかったっていうんですかちょっとこうサビ色っていった感じのねやっぱりこうラテン系の肌色ですよねやっぱり僕が期待し,期待していたのはやっぱり日焼け肌 モカ肌のこの間ぐらいのね。もう人ランク濃いぐらいのね。こう色黒の子を期待していたんですけど、僕の中ではやっぱりチョコ肌のこの彼女はですね。ちょっと流れが違うんではないかと思うんですよね。新色の肌色としてね。白肌でも黒肌でもなくこう。褐色肌で出たような感じの。 イメージがあるので、まあ、褐色肌は褐色肌でね、ちょっと赤みを帯びた黒っぽい感じの肌色で、まあ、薄い子が出たり濃い子が出ても面白いのかなと思うんですけど、こう、色黒肌はね、色黒肌でもうちょっとこう、色の幅増やしてくれてもいいんではないかと思うんですよね。ラテ、モカ、あともう2色ぐらいね、真っ黒い子とちょっと薄い、今回のこのモカよりもね、黒っ ぽい感じであと2色ぐらいあっても楽しいんではないかと思うのでねなのでまあ今回このような感じでうちにいるこう黒肌色黒肌日焼け肌のこうこんな感じでねこう並べてみたんですけどまあ今回のね トゥエンティさんは褐色肌ということでね、褐色だなって思いますね。改めてね、並べてみると、やっぱりこう黒肌系ではないなというのがちょっとこう個人的にはね、感じたので、まあ、その、まあ、楽しいとは思うんですけどね、ブライスさんのこう肌色のバリエーションができてね。でもまあ、結局ね、個人的には期待していたのは本当に黒々とした黒人さんの本当にもう、 こうアフリカ系の,あのブラックビューティーみたいなね真っ黒いもこう期待していたのでちょっと残念だなっていうのはあるんですけどまあね彼女が発表された時に出たお写真ではかなり黒かったのでねもしかしたらマット肌にしたらねもうちょっと黒くなるのかななんてちょっと期待していたりもするんですけど、まあ、いかがだったでしょうかねね皆さんのののご感想とか、ね、今回の動画のコメント欄にお書きいたただけたらね。 あの参考になりますのでどうかよろししくお願いいたしま,すまあこのようにね普段だやっぱり白肌色白肌ナチュラル肌の子が多い中こう中にねそんな中に混じってたまにポツポツと発売されるちょっと色肌の子っていうんですか褐色肌黒肌の子たちやっぱり特徴的でね癖がやっぱりちょっとあってよろしいんではないかと思うのでねこれからもどん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 発売してくれたらね できればお迎えしていきたいなと思ってるのでねぜひともよろしくお願いいたしますグッドスマイルカンパニーさんねこれからきっと面白い肌色の子ねもしかしたらなんかこうグリーンの肌色だったりチェリーちゃんみたいなねピンクの肌色ですねのことが出ても面白いんではないかと思うんですよねゾンビブライスさんとかねまあ出ないとは思うんですけどなんかこうね肌色 こうエイリアンのようなねブルーの肌色だったり、ね、ピンクだったりゾンビのようなグリーンの肌色が出ても面白いんではないかと思うのでね飽きが来なくてねなんかそういったこう冒険してくれるのをグッドスマイルカンパニーさんにはちょっと期待していたいなぁなんて思いますね。点数のはいそれではですねブラマニ・ガクが独断と偏見で点数の方ね彼女のトゥエンティさんの点数の方をつけさせていただきたいと思います。髪お顔 アウトフィット付属品、本体、価格、買いやすさ、最後にポテンシャルので、ね、6段階の点数の方で、採点の方を付けさせていただきたいと思います。まずですね、彼女の髪の方ですね、髪色や髪質、量ですね。彼女の髪の点数は、僕は5点満点中5点つけさせていただきたいと思います。 彼女のですね今回の髪なんですけどね本当に特徴的なダークブラウンとブラウンのミックスヘアで前髪ありのですねパーマのかかった本当に綺麗なね あの髪型になっているので本当に癖がですねそんなになくてですねパーマもですねかかり具合も本当に綺麗でですね扱いやすかったですし髪の量もですね申し分なく多すぎもせず少なすぎもせずですね本当に扱いやすい可愛い子だったのでね特にやっぱり髪色気に入ってますねこういったミックスヘアって植毛するのに結構大変だったりしますしねサランを調達するのにもねなのでこういった感じの手の込んだヘアの色とかね あの髪質も良かったのでね僕は文句なしに満足の星5つつけさせていただきたいと思います次に彼女のお顔の点数ねつけさせていただきたいと思います肌色やメイクやアイカラーですね 彼女のお顔の点数は、僕は星4つつけさせていただきたいと思います。やはりですね、星なぜ4つあったかと言いますと、まあ、顔色ですね、褐色肌、新色のチョコ色肌で、で、なおかつですね、メイクもすごくですね、アイシャドウがダークブラウン、リップがダークレッド、チークがダークピンクでね、すごく似合ってますしね、本当にリップの新しい、あのー、 プリントペイントっていうんですかあの、リップの形も新しい彼女だけの独特なね、新しいあの、リップになっていて、本当に色々な冒険が施されていてですね、肌色も新色ですしね。で、ラディエンスリニュー21型だったんですけど、やっぱりちょっと愛の感じですね、ガチャ目だったり、下目だったりしたので、やっぱりその辺ちょっと手間が一手間かかるということでね、あの、その辺ちょっと一点引かせていただいて、星4つ付けさせていただきました。それ以外はね、本当にもう、 申し分なく可愛い子でね特徴的な肌色にメイクにね本当にもう文句なしに美しいねとほんにこう何て言うんですかねいい意味で癖のあるお顔でね特に特にやっぱり気に入ってますねやっぱり中でもこの瞳のねお色の中でもですねこのダークグレーの瞳がすごくこうやっぱりこう気に入ってますねやっぱり すごくね、ちょっとパッと見、あのー、見慣れないのでね、ちょっと怖いかなと思うパターンもあると思うんですけど、見慣れてくるとですね、本当にこう、つぶらな瞳でね、子供っぽくて幼く感じでね、すごく可愛いんだよっ、ね、て。他のお色ですね、ちょっと大人っぽい感じのセクシーな目のね、お色が少ない中、こちらですね、正面のダークブラウンですかあの、ダークグレーです。 ダークグレー、その正面のダークグレーにすると、途端にね、表情が幼くなって可愛くなるのでね、その辺のこう感じがね、すごく気に入ってますね。 次にですね、彼女のアウトフィット付属品のね、点数の方ですね、アイテム数や質感やデザインの点数の方を付けさせていただきたいと思います。僕はですね、彼女のアウトフィットのや付属品の点数は星4つ付けさせていただきたいと思います。白いですね、ミスコンのドレスであったり、このようなね、ケープであったりですね、クラウンですね、本当にラインストーンがふんだんに使われたクラウンに2着目のね、 ブラックのこのビスチテとね、あの、こう、ドレスの感じもすごくですね、素敵だったのでね、満足度の高い、それぞれのですね、アウトフィットの作りもすごく良かったんですけど、ただちょっとね、こちらのブラックのトップスの部分、あのー、着付けしづらかったのと、やっぱりちょっと一回りちっちゃいかなといった部分と、あとやっぱりパカパカシューズですね、もう何度も言うんですけど、こちらのやっぱりパカパカシューズの点でね、やっぱり星マイナス1点。 つけさせていただきました。これがなければね。まあ、5点あげてもよかったんですけどね。もうこのパカパカ手術だけでも減点でしたね。本当に申し訳ないんですけどね。はい。 それでは次にですね、本体肌色やボディのですね、点数の方をつけさせていただきたいと思います。彼女のボディの点数ですね、本体の方の点数は僕はもう満点ですね、文句なしに星5つ付けさせていただきたいと思います。本当にですね、こう特徴的な肌色でね、黒いこう褐色肌っていうんですか、チョコ肌で、あのー、まあ、想像していた ね肌色とはちょっと違ったんですけど、褐色肌は褐色肌でね、今まで出てない肌色だったので、もうそれだけでもう、ね、ブラマニ学としては文句なしに高得点ね、つけさせていただきました。で、ボディの方もですね、特徴的なね、肌色ですね。よくあの、お顔の色と手の色がね、ボディの色がよくこう、黒肌の子たち、日焼け肌の子たちって結構差があったりしてね、 一緒にこう顔とボディ並べると違和感があったりするパターンもあるんですけどこの子はそういったこともなくてですね綺麗な肌色がね手や足にも出ていてですねすごく扱いやすいですし逆にこの褐色肌チョコ肌のおかげでね色移りしても少々目立たなかったりなんかこうそういった利点もあるのでねその辺も含めて僕は星5つつけさせていただきました次に彼女の価格買いやすさの点数つけさせていただきたいと思います アニバーサリーさんだったり、CWC さん限定だったり、トップショップ限定だったりね、あとはブランドコラボ、コラボ、キャラクターコラボだったりね、そういった面や価格の方ですね、僕は彼女の星の方は、星3つ付けさせていただきたいと思います。ちょっとかなりね、星低くなってしまったんですけどね、やっぱり年に1回発売されるアニバーサリーさんということでね、買いにくいですし、で、またお定価ですね、税込みで3 2 8 9 0円。 90円とということでね3万の大台を越すという意味でもねやっぱり買いやすさという意味でやっぱり買いにくいですしねこうアニバーサリーさんね結構抽選にこう当たらなかった方落ち,落ちられた方を。 もういらっしゃるということでね、その辺含め、やっぱりこう、ね、CWC さん限定でしか買えないですし、アニバさんということで、たくさんのね、人気もありますしね、世界的にもね、日本のブライスファンだけじゃなくて、世界中のファンの方が結構好きそうな感じのね、肌色の子なのでね、やっぱりこう、かなり買いにくいということでね、お値段も含め、その点でやっぱり星3つ、かなり低いんですけどね、まあ、しょうがないかなといった意味でね、まあ、 ね価格や買いやすさ、星が低ければ低いほどやっぱり価値があるということでね、その辺はまあちょっと仕方がないかなといった感じですね。で、最後ですね、最後、ポテンシャル。将来のレア度や価格上昇ですね。僕はまあ彼女は文句なしに星5つ付けさせていただきたいと思います。やっぱりですね、アニバーサリーさんで価値がある、なおかつ新色のね、褐色肌、チョコ肌ということでね、なかなか出ないと思うんですよ。 この褐色肌の子ってね、まあ、年に一体出るか出ないかだと思うのでね、まあ、特にこういった肌色の子って、ね、何年も出ないことが多かったりするのでその辺を見越して僕はやっぱりポテンシャルですね将来のレア度価格上昇はかなりこう大きいのではないかと思うのでね。 もう星5つ付けさせていただきました。ということでですね、髪、お顔、アウトフィット付属品、本体ですね、価格買いやすさ、最後にポテンシャルですね、30点満点中、彼女の点数は合計26点ですね。まあ、ちょっと、まあ、そんなにね、高くはないとは思うんですけど、やっぱり、 この買いにくさですね価格や買いやすさの点数がまあ星3つということでその辺がちょっと響いてるんですけど僕的にはですねもう本当にやっぱりアニバーサリーさんといった点でね年に1回出る特別な子ですし今回は20周年のね本当に限定のこう記念すべき ネオブライスが日本で発売されて20周年という本当にもう記念すべき年の子だということでねやっぱりとても価値のある。 ブライスさんだと思うのでね、もしまだお迎えされてない方ね、もしかしたらこれからジュニー・ムーンさんのね、祭事が全国で行われますのでね、その時お迎えなされるのもいいのではないかと思いますので、もし機会があればね、ぜひともこの特徴的なね、今まで出たことのない褐色チョコ肌のブライスさんね、本当に美しいですのでね、ぜひお迎えなされてみてください。本当にね、今回ですね、僕あのー、ご縁をいただけてね、学編さん本当にありがとうございました。再度ね、お礼を申し上げさせていただき たいいと思います僕の誕生日の記念僕がフランスに引っ越してきてね20周年ということで同じね20周年をプライスさんといわえるのを当に嬉しく思いますのでねということで今回も長々とご視聴いただき本当にありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録の方何卒どうかよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画や開封レビューライブ配信の方でお会いいたしましょうブラマニーのガクでしたおつぶらでしたブラマニ 今回いろいろねアニバさんと並べたりですね、あのー、黒肌の色肌の子たちとねいろいろ並べてみたんですけどまあやっぱり美しいですよね彼女ね,ねまあねできればグッドスマイルカンパニーさんになったらもうちょっとね黒人さん黒人さんした真っ黒い子ねぜひあの <laughs> あの作っていただけたらなと思いますのでジュンコ・ウォングさんねジュニー・ムーンさん CWC さんグッドスマイルカンパニーさんぜひとも 真っ黒い、ね、黒人さんのブライスさんどうかよろしくお願いいたします。はいということでねまた美しいですよね特徴的でねブラックビューティーとは彼女のことだと思いますね素敵ですよ